こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、外観の時点で気になりすぎるお店に突撃してみようのコーナーでございまして、本日はバッテンラーメンというお店でございまして、こちらね、もう目の前を通った人誰もがあれ、これどんな感じなんだろう、とにかくうまそうだなって思わせるような黄色い看板に黒と赤の字でデカデカとバッテンラーメンって書かれている様子がもう素敵すぎて入りたくて仕方がありません。ご覧ください、この感じの外観。これもうこの道通ってたら絶対気になるよね、ワクワクするよね。最高の外観、大好きなタイプ。さあ入店しまして、まず店内もめちゃくちゃ素敵な雰囲気でございます。テーブル広くてカウンター席もありまして、壁にはいろんなメニュー、ラーメン、ネギラーメン、チャーシュー、バッテン盛りラーメン、替え玉で、一品物も餃子、唐揚げとか、チャーハン、ネギ飯、明太ご飯、白飯なんかがあったりしまして、替え玉の辛さはいろいろ選べますね。こちらにもメニューがありますので、ちょっと見ていきますけれども、お得なランチセットもありまして、好きな麺類に餃子セットとか、あ、チャーハンと唐揚げ、あ、セットの感じもめちゃめちゃいいじゃん。おつまみの肉汁餃子とか、あらららららら、ちょっと待って、素敵なんですけど、あ、丸徳チャーハンセットとか、あららら、あ、そう、あ、ネギ飯とか明太ご飯とか、あ、これラビリンスに入っちゃうやつだ、全部良すぎて。で、こちらが釜炊き豚骨バッテンラーメンで、スープクリーミーなんだろうなって言った見た目ですよね。あ、ノーマロかな、豚骨味噌とか、あらららら、らちゃんぽんもあるの、バッテンちゃんぽん、野菜たっぷり感すごいね。で、買い出しラーメンもあるの、あれ、ちょっと待って、注文したいものがいっぱいある。でも多分ね、あの一番の最初の元のやつはこれのはずなのよ、極上の九州豚骨。多分これから行くのが正当なルートかなと思ってるんですけれども、これもいいね。とはいえ今日はバッテンラーメンに来てますので、このバッテン盛りラーメン、丸徳バッテン盛りラーメンというのがあって、でも野菜ラーメンも捨てがたいじゃん。だからこっちとこっちで迷うんですけども、野菜トッピングもあるみたいなので、これに野菜盛り110円できるから、このラーメン食べてみましょう。あとこの餃子セットでもいいですか、お願いします。そして素敵なのがやっぱりこちらね、家族連れでも来れる雰囲気になっておりまして、このメニューの裏に折り紙とか色鉛筆が忍ばされてるんです。という部分も素敵ですし、店員さんの感じがね、すんごく柔らかくて心地いい感じ、弱めですね、これで言うと弱めですね。はい、いただきます、ありがとうございます。餃子もおなくです、お待ちください。はい、ありがとうございます。いや、ちょっと待って、バッテン盛りラーメン、むちゃむちゃスープとろみがついてそうで、うまそうっていうのプラス野菜盛りの丼、ラーメンと同じサイズで、めっちゃ別皿で、めっちゃ来た。餃子も来ましたが、あら美味しそう。いや、海苔もたっぷり、いや、すごいすごいすごい、待って、110円の野菜盛り、めちゃめちゃいい、いただきます。野菜別盛りで来る感じが渋いよね、ちゃんとまずはこれ味わってっていうことですもんね。いきま、あー、これぞ、あ、いい、あ、うま、あ、うま、待って待って、あ、うま、うまみすごい、完成度めちゃくちゃ高い。これだから14時間釜炊きしてるんですもんね。豚骨の旨味凝縮で、なのに臭みがない、めちゃ待って、麺は細麺だね、完成度めちゃ高ラーメンだ。速攻でうまって感じるうまみと、後からじんわり感じてくるうまみと、2段構えのうまさで、速攻性に関してのスピードも相当速いよ。職員室に忘れ物をしたことに気づいた先生が、それ取ってくるスピードと同じくらい速いから。ん、チャーシューは柔らかそうな、またチャーシュー、じゃあ包んじゃうか、抱きかえようか、抱きかかえるパターンでいこうか。男子が女子の肩に寒い日にカーディガンかけてあげるくらいの感じの包み方しましょうか。
ーシューもうま、味の染み込み具合も程よくて、スープとの相性もバッチリだわ。ホロホロとトロトロの中間ぐらいで溶けていくイメージのチャーシューです。で、海苔も6枚入ってますからね。どうしよう、これ一杯のラーメンの中でやることが多いぞ。では海苔の上にチャーシュー乗せまして、その上に麺いきまして、これを巻き込んでいくと、こういうことでいかがでしょうか。いや、ほんとクリーミー加減が程よくてどんどん進む。これ替え玉だ。だってまだ野菜に手つけてないのに麺終わっちゃいそうだから、これ替え玉しよう。替え玉バリカタでお願いします。お願いします。お追加バリカタいただきました。今のうちに餃子も行きましょうか。トッピングできるものはいっぱいあるんですけれども、やっぱり酢胡椒、お酢たっぷりと、はい、バリカタですね。はい、いただきます。ありがとうございます。はい、いただきます。いや、替え玉早いな。お酢入れたらもう来てた。さっきの先生の例え、こっちで使うべきだったわ。酢胡椒だけ完成させといて、替え玉は入れちゃいまして、結構量あるね、替え玉も。そうしましたら、もうこの上にこの110円のお野菜を乗せていきますが、予想以上の、いや、めちゃめちゃな盛りになったわ。すごいわこれ。バッテンラーメンさん、野菜から食べようか一瞬ね、うん、キャベツ自体甘くて美味しいんですけども、ちゃんとね、野菜はしょっぱいタレも絡めてありますので、ちゃんとスープを薄めない工夫もされていますね。で、改めて麺とお野菜一緒にいってみましょうかね。めっちゃうまい。またいろいろあって、一杯目の味わいと全然違ったものになっていきますね。で、なんかやっぱ量めちゃめちゃ多いよね。麺が上に来たら上に来たんで、めちゃめちゃ多さをまた実感できまして、楽しみ方が変わるのも嬉しいね。そんで餃子はもう待たせすぎだよね。大御所のミュージシャンだったらもう帰ってるくらい待たしちゃってますから。で、形がね、釜の中で火を焚いてるみたいな感じに見るようなビジュアルになっておりまして、酢胡椒たっぷりからの、うま、肉汁じゅわ、びっくり。ちょっとパリッとしたこの皮からの肉汁じゅわ、肉汁って書いてあった。肉汁、そう、とにかく肉汁すごい。ではいよいよ煮卵開封の作業に行きましょうかね。さあ、どんな感じで入っているのか。ああ、もうこれは、あ、トロン系だ。はい、トロトロ系ですね。じゃあ乗せたりしながら、いや、美味しい。コクとコクが合わさってより濃くなる感じ、すごいね。完璧だね。この卵、超美味しいやつがありますよね。で、こちら乗せ放題なので、これを卵の上に乗せちゃいまして、上から海苔で蓋しまして、味のマフーバです。閉じ込めましょう。いや、酸味のアクセント、やっぱり紅生姜と豚骨スープも合う。ごちそうさまでした。というわけで食べてまいりました、バッテンラーメンさんのメニューでございましたが、もう間違いない。外観に誘われて入って、あ、ちゃんとパラダイスが待ってたって思わせてくれるような素敵な美味しさ、豚骨スープの臭みのないうまさと、トッピングの野菜増しのズドン感、良かったです。満足感もありました。素敵なお店でしたので、気になった方がいらっしゃいましたら立ち寄ってみてはいかがでしょうか、というのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、鈴風さんからのコメントで、人参を食べるシーンはスローでお願いします。なんで、これこの間ニトリさんのね、ステーキ屋さんの動画のコメント欄のやつなんですけども、なんでステーキとかね、チキンとかブロッコリーとかはまんまでよくて、なんで人参だけスローなの。それ見てみる、これは
馬面の人がスローで人参を食べるシーン、何かみんなグッとくるものあった？小林重親さんからのコメントで、バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発、かけたーじゃないよ。かけるよ別に。それは言うのが難しいだけで、書くのは、しかもこれパソコンかスマホでしょ、何度でも打ち直しできるし、書けるよ。同じように3つ達成感得ることではない。シンクローゼスさんですかね。これゆるキャラの中で一番食レポがうまいと思っています。これからも頑張って。ゆるキャラだったの僕。何のゆるキャラ、自分で自覚なかったんですけども、何かしらのどっかの県なのかな、それかどっかの名産物なのかな。名産物だとしたら候補はいっぱいある。アイラブ綱川和夫さんからのコメントで、私の父は犬の中にいます、英訳してください。何これ、どういうコメントこれ。私の父、お父さん犬の中にいんの、その時点でちょっとびっくりなんですけども、これ英語に訳す必要あると思ったら、あのコメント欄でね返信来ておりまして、お持ち猫さんが My dog is father、 間違えてんじゃん、私の犬はお父さんです。何これ、しかもドッグのスペル間違えてるし。